こんにちは、ゆうです。今日はこちらのペットテープと100円ショップのシールを使って1月のマンスリーページをデコレーションしていきます。ペットテープについては一つ前の動画でご説明しているので、ぜひそちらをご覧ください。それではスタート。Bye.